はい、おはようございます。やっていきますよ、新シーズン2回目。はい。で、ちょっと、いろいろ考えたんだけど、はい。僕らこの企画というか、一緒に出す東事情に来始めて、はい。どれだけ経ちますか？もう4、5年？酸いも甘いも。だろ？はい。そろそろ番組のタイトルでもつけてみようかな。お願いしていい？俺？なんだろうな。なんで、まあいいです。ちょっと時間はありますんで。あれでした。なんとか半年以内ぐらいに絞り出してもらって。すごい無茶ぶりかと思ったら、すっごい。バカだな。そんな締め切りとかやらないよ、俺は。そこは。このオープニングでドンってやんのかなと思って、それで始まるのかなと思ったら、なんか半年もくれるんですか？それではマリオ君、3、2、1、はいどうぞ。いや、それはちょっと暴、ね、乱暴じゃない。いや、それは乱暴ですけど、半年もなかなかですよ、逆に。予算優しいからね。今回また積立金のゴールを10万円に再設定しましたんで、はい、すぐリベンジしたいから10にしました。やっぱ30はね、でもだいぶ優秀だったと思うのよ、はい、1年ちょいで届いたから。そうですね、10万だから。まあ、で前回もなかなかの好発進で、はい、1回につき2万円ぐらい、だから半年に1回ぐらい、うん、そうですね、やれるといいかなという感じなんで、はい、まあ、どっちか、まあ、少なくともどっちかはね、はい、いけるんじゃないかと、なんと思いますね、はい、なんとか目標に向かって頑張っていこうと思います。実践いかがです？はい、じゃあマイジャグ、なんかしばらくぶりだな。最近抽選で滑り気味だったのかな。なかなか朝からね、まあ、もともと競争率が高いからしょうがないんだけど、マイジャーがありつけなかったんで、で今日5月6日なんですけど、昨日5月5日系列の、ね、わらび店行ってきましたけど、まあすがすがしかったね。もう石を投げれば2台に当たるような状況で、まあ、やっぱなんだろうな、みんなが期待してるものをよく分かった上で営業してくださってるなという感じでしたよ。ちょっと疲れることを聞くんだけど、疲れることを聞くんだけどさ、はい、収支をつけてる？あ、つけてます。今年どんなもん？めちゃくちゃ負けてます。どのぐらい？もう無理です。100とか？でそんな負けてる？ボートとかも込みっすよ。あ、いや、ボートなし。それ分かんないっす。いや、100とか行ってないと思う。ボート込みだったら、僕も今世負けられてます、この。立ってるよね。すげえ無表情でうなずかれたな。いや、ちょっとね、毎月のこの6日がね、石井ディレクターがね、ちょっと別現場で当分来れないんで、いつもね、お願いしてるね、コンビー君って子に来てもらってるんだけど、彼はね、上手なんですよ。どのぐらい勝ってんの？下世話の話。そんな勝ってんの？待って、よう、この時代に勝てますね。何やってんの？何やってんの？普通に設定狙いで勝てるの？俺も毎普通に設定狙いで勝ってるらしいのよ。俺も毎日設定狙いやってんだけどさ。何が違うんだろうな。あったか？よし、マリム君169ゲームレグ。朝から当たんねえな、おい。ほら、毎着で当たってないの俺だけだよ。これなんだよな。なぜかこうなりがちなんだよ。昨今の不調の一因としてね、やっぱジャグラーで、の収支がやっぱおぼついてないっていうのがね、あるんだよな。だから、まあ言ったら朝からこういうことがね、よくあるわけよ。いや、もうさ、例えばよ、じゃあ例えば、まあこれまだ全然わかんないけど、
例えばじゃあダメなダイヤットとしようとてさ、いいだ、なんかポロポロって朝一個さ、2、3回引かしてもらえてたって全然バチは当たんないわけよ。で、その持ち玉で、あ、でその持ち玉でやってみて、あ、で、あ、ないなってで、安くね決着がつきましたみたいなことがあっていいと思うんだけど、それ、あ、それがあるようでないのよ。289,7000円。これビッグの可能性あると思う。これビッグの可能性あると思う。わかんない。目押しがうまかったってことですね。そう、目押しがうまかったってこと。これ次何ゲームが当たるかわかんないでしょ。そうだね、素人だもんな。断言しましょう。これね、85ゲーム以内に必ず当たります。 100% よ、絶対に当たります。朝289ゲームレグの後だろ、うん、85もいかねえかな、64ぐらいかな、いないぐらいだろ。50、もうこの辺じゃないか。これ今64以内に必ず当たるって言ったのよ。どう？しかも85以内から訂正して64以内って言ったのに言い直してるからな。わかる？俺も積もったっす。お、205な。で、1回の化けで回ってますこれ。マジで？あ、本当だ、金減ってねえ。すごいすごい、それはすごい本当に。そんじょそこらのビッグより回ってるよ、うん、来たか。おお、プレミアム、すごい、なんか始まったかもしれない。我々どっちも3回目、どっちも3回目。牛尾さんは0の3で、僕は1の2。いいかもね。いい感じかもしれないですね。序盤こそハマったけど、始まってくれるといいんだけどな。今日珍しくカチカチくんを持参してね、ちょっとブドウを数えながらやってみようかって、モチベーションで、しっかりしたモチベーションでやってるんですけど、ブドウめちゃくちゃいいっすね。持ってきたからかな。ダイも張り切って先にブドウ出してくれてるのかわかんないですけど、5分の1切ってますよ。ボコボコ出るから。さっき206ゲームで化けの後206ゲーム追加投資なしどころかちょっと余ってましたからね。おお、始まった、始まりました。10ゲーム、2の2です。いやー、ジャクはこういうゾーン入ったかもって時に伸ばせるかどうか勝負だからな。1000枚2000枚超えてのね、5000枚クラスってこういうのをいかに長く続けるかですもんね。久々にそれぐらいの波やりたいんだけどな。70ゲーム。いい感じです。うん。出すって結構信頼優しいというか、設定使ってること多いと思うんですけど、最近出す東十条店に入った信頼がリノっていうね、そこでもうちょい悪かったらリノもあったかなと思うんですけど、マイジャグギリギリ座れてこのガスさんなら後半も移動はないかな。とまずなんでこうもさ
当たったよ。ほら、折しもだよ、折しも。あ、555で55だよ。投資全部で16。ここはもう理屈じゃなくてね、増えなきゃいけないとこよ。115。1054ゲームで負け4だろ。ちょっとやめづらくはなったけど、こうやってさ、1000ゲームで、まあもう1100ゲーム増してんだけどで、ビッグを1回しか引いてないわけで、これがまあ結構な頻度であるわけよ最近で。その帳尻を合わそうと思ったらさ、どっかで1000ゲームでビッグを、まあ、10回とはないけどね、7、8回とかで引くような日がないと帳尻が合わないじゃん。それがないんだよね。まあここがダメってなると、もうなんだったらね、パチンコとかってなっちゃうのかな今日なんかは。なんでまあ乗りかかった船だからな、まあ2万円までやろう、まあ、かろうじてまあレギュラー引けてるからまだで、それでダメだったらまあ、うん、2万円でダメだったらパチンコだね。あ、当たった104。なるほどね。1000何ゲームだ、1000まだ163かで、レギュラー5。レギュラーはチャンピオンだな。そうですね。ねえ、ああ、62。始まっちゃってんな、これ例のやつが。これ2000ゲームでビッグ2回のやつだろ多分。19、ま、あ、固まった、ほら、あらら、あ、これ意外とレアなんじゃねえかな。なんかね、青いとこがね、裏側の青だけキラキラしてる。わかるかな、わかる、わかるね。ちょっと違うでしょ。2回目のビッグです。まあ、1600ゲームで3回ビッグ引いてるから、いよいよなやつではない、うん、いよいよなやつはまだ1回だからこれ、うん、2000ゲームで2回だからね、1だって倍引けてるよねっていう次元のね、今出現状況ですから、そんなそんなバカな話じゃないよ。こんなことがね、日常的に曲がり通るような世の中だったら、もうジャグラーで飯を食ってる人が一斉に食い上げるから。困るでしょ？ね？だから、ジャグラー生活者の方の未来のためにも、この辺からまともな確率になってこなきゃいけない。で、コイン持ちはずっといいんだよね。このボーナスのクレジットもこれもう70以上回ってる。今これ73。体感でわかる、さすがにコインが減らねえなっつうんでね。
150、ああ当たった、150とか149。苦しいね、ハマり中ね、180分の1までなっちゃったの。ブドウがいいんすよ、ブドウが一応良くてですね、やめづらくなってしまっている。まあまだジャグレンの範囲内って言ったらあれですけど、ペコペコと当たれば、うん、2、3連で、まあ、打てる範囲に戻ってくるから、ちょっとね動きづらい、ブドウがいいだけに動きづらくなっちゃってるんですけど、もういよいよだなってなったら、トマトいきます、ブドウからトマトいきます。それで、まあ、今日一日のね上がりをものにしようというプランです。現在8000円投資、行きは20スロ帰り10スロなので、2枚目には行きたくない。おっ、リンク確定だよ。おわ、レインボー、みんな映ってるかな、ちょっと どうですか、ハマりに耐えた甲斐がありました。さあ残り時間1時間ぐらい、まあのらりくらりとやるのも大事なんですけど、1000枚ぐらいを持って帰りたいと思った時に、やっぱり狙い目になってくるのはこういう台なんじゃないかと、残り時間と考えてね、行ってみましょう。何も起きないまま200ゲームぐらいが経とうとしております。1回だな、ちょっと1回はやろう、角当てを1回はやります。1回やって考えよう、ちょっとなんか合算のいいジャグとかも残ってるから、ものすごく移動してすぐに当たりそうな気がしてた。こんなに苦戦するんだったらきついな。1万円が溶けた、1万円が溶けたよ、どうしよう、トマトチャンス引けなかったな。おとなしく戻るか、一か八か当たるまで続行するか、怖いよね、それもそれで。もう1枚いかれるんでしょ、やめたい気持ち満々なんですけど、1回トマトチャンス1回出るまでやります。あと1万円はマジでやめたい、マジでやめたいんだけど、何もなく終わるのはちょっと良くない気がするんで、1回出るまでやりますね、移動したからにはね。さっきまでジャグで戦えてた1万円の戦えなさね。よし、よし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 、3択ね、ついに来たぞ、これ当てて2000枚ぐらい出すと。あー、前回赤、その前コイン、その前が、まあ、66%。 3択だと、あー、3択だと割とじゅんぐりしてんのかな。あー、なるほどね、この4連とか怖いけどね、正直赤だと思うんですよね、ここ。赤って赤をここに押せばいいんですかね、ね、じゃあ滑ってきて揃うみたいな、これ赤っすね、これなんだと思います、青、青なんだと思います。ちなみに俺赤、カメラマンさん青、じゃあ青じゃない、青2票いただきました。でもこれで赤だったらマジ後悔なんだよな、ちょっとすいません、これで青だったら申し訳ないです、ちょっと赤狙わせてください。
これ自分を信じれるかどうかの試練だと神様が与えた。よし、あだすあだす。いやこれはもう試練でした。青青ってそれでいいのか。逆にね、逆に固まりました。やった、投資2万1000円。いやーいい感じにオーディエンスを生かしきりましたね。よーし、はいはい、やりました。反発は回避、危ない。うわー、よーし、いよいよリノの何推しが楽しいとかあります？あんま打ってないですか。あー中押しね、はいはいはい。いやなんかおすすめのあったら聞こうかなと思って。確かに中押しね。ただでは終わらないっす今日は。はい、当てました3択なので。おマジっすか、1000枚で僕は、ただでは終わらないです。これでただで終わることはなくなりました。一歩二歩は進めます。2万1000円です、全部で。ちょっとなりそうな、もう500枚ありますからね、いけてます。さあ6連目が終わりました。リプレイを否定すれば大チャンスと書いてあります。はい、あるぞ今日の終始。とりあえず1000枚はありえるな、全然。これでも700枚超えて、マッチョ。はい、9連目10連目レギュラーボーナス。もう時間的には連チャンが終わったらやめって感じですね、なんでピークやめって感じですね。出玉的には最高のやめ方ができそうです。完全に粘り勝ちね。前半ビッグさんのレギュラー7だから3の7で折り返したんだよね。でそこからもう12の10だからね。ガッサンもね139まで上がってます。いやーやめなくてよかった。ただまあもういい時間なんで今ボーナス後なんだけど、まあ、100やめでいいのかな。最後マリブがだいぶレンチャーついたおかげで、ね、こっちカメラ戻ってくる隙がなかったんだけど、まあ私の方はまあもうぼちぼち終了だね。まあこれ80ゲームだろ。うん、まあもう100やめでいいや。はい、ラストちょっと多めに125まで出ましたけど、はい127、はい終了。はい、お疲れ様でした。なんか最後頑張ってたね。
粘りました。もうすごい人生のターニングポイントなんじゃないかっていうぐらいのあの三択の悩み方。おうおうおう、高校に進学するか就職するか実家継ぐかみたいな、はい、もう完全に分かれる3つを悩むね。それはしかもトマトっていう形で正解が出るんでね。そうね、はい、正解だったってことだもんね、はい、おトマトを揃えた挙句1223枚獲得で出したね、はい、500枚ぐらいのところで一回見たんだけど、はい、その後もずっと伸びまして、はい、だんだん出目とかが あこれがこういう感じねって分かってきたら終わりました。なるほどね、はい、あるある。まあってことは状況はね、多分僕もほぼ同じようなもん。投資が736なの16、うんうんうん、で1076枚だから、まあ、300枚ちょいなんだけど、まあ一応プラスはプラスってことで、これでは1万円も1万2000だから2万2000でしょ。全身だいぶ全身で1万8000もあるからもう4万だから折り返し弱ぐらい、ほぼほぼ。だからまあ1回あたり2万円プールできると早いですね。話が早い、かなり早いなというところで、うん、いやこれいいよ、このペースは。このペースはいいですね。いい、ちょっとなんかダメっぽいなと思った後の切り返しが良かったな、ね、ただ俺過去ね、はい、リノのそれで本当地平と吐く思い食らってきてるから、あれです、危なかったです。怖いなと思いました。これはもうリノの5号機のやつだけど、リノとスーパーリノでは僕地平と吐いたからです。6号機っぽくなかったっすもん。だって3万負けが8万負けなってるから、うん、危ないっすね。ちょっと気をつけないと、毎回これやってると痛い目見そうなんで、ちょっとその辺は気をつけようかなと。だから気を見たい。じゃあ1万円一本勝負とかね。そうですね、額決めないと。そういうのがいいかなと。俺ワントマト勝負と思ったんですよ。あ、はい、あいいよ、だと思う、はい、それがいいと思うよ。そしたらもうズルズルいっちゃったんで、怖かったんで。あ、なるほどなるほど、気をつけようと思う。いや、よかったよかった。はい、まあ、ということで結果オーライ、2戦ともちゃんとしっかりプールできてます。はい、この感じでなんとか、まあだから、うん、まあ、4万だろう、あと2回で5、6、7月、まあ頑張って7月、うん、夏目標ぐらい、うん、はい、うん、リベンジの機会、7月8月ぐらいにはなんとかちょっと一発ね、はい、大きいの狙いに行けるように、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ということでゴールデンウィーク中でしたけども、どうにかこうにか丸く収まったということで、はい、いい一日になりました。ありがとうございました。